じゃあ皆さんこんにちは、はじめまして。オランダのマスターフローリスト、レン・オークメイルと申します。この展示会、たくさんユリ今回使いまして、八重咲き、珍しいの八重咲きもあるし、すごい大きな大輪、また小輪、いろんなタイプのユリもありますけれども、ユリはそのユリもあるんですかぐらいは多分みんな驚くだと思いますので、とても楽しいな展示会になりましたので、ぜひ来てください。今回私が展覧会の中で女性の感謝の気持ちとして一応いろいろアレンジを考えました。その中でやっぱり花の中で女王の花としてはユリです。でもユリだけではなくて、今回も白樺を使うとはどういう関係あるんですか。実際森の中で女王の木と言われるんです。ヨーロッパで昔からもう本当一番森の中一番美しいな木と言われてるんですけれども、白樺とユリを使ってちょっと女性に注視したいと思ったんですけども、白樺の使い方とユリの使い方組み合わせすると結構びっくりすると思いますね。来てください。本当ユリはやっぱり美しいの花でも、やはりちょっと大きい、または香りとかいろいろあると思いますけれども、今回はこの花の組み合わせ、他の花どういう組み合わせできるとか、またちょっと変わった器を合わせたユリものすごい綺麗に見せることができると思いますので、やはりこの中で一応家の中のパーティー用な装飾が多いだと思いますので、やっぱり一輪じゃなくてたくさん花使いたいと思って、一応本当もう国民になるとパーティーのムードになると思いますので、ぜひパーティー一緒にしましょう。最後のメッセージは、一応一つぜひ覚えてほしいは、ユリはいいよということですが、どのぐらいいいよと言ったら、ぜひやっぱり今回のこの花と器のハーモニーの中で、やっぱり七冠賞を花飾った、ユリが飾ってありますので、こちら私が今ブラフ18番館ですけれども、他のところもユリいっぱいありますので、ユリはとても感謝の気持ちプレゼントになると思いますので、ぜひこれからユリお花とプレゼントとして送りましょう。皆さんお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。